ミクさん、今日は君にお願いがあってきたんだ。一生僕の隣で僕と一緒に素敵な歌を歌い続けませんか？僕と結婚しよう。ここに君の名前を書いてほしい。はい、どうも、こんにちは、バシート。ミクです。はい、本日紹介しますのはこちら。じゃん。はい、まだ袋から開けてないんですけども、婚姻届制作所って書いてありますね。はい、何が届いたか一発分かりました。 本日はこちらの方をレビューしたいと思います。はーい、バシートミクチャンネル。はい、ではちょっと、袋の中身確認していきましょう。よいしょ、ちょっと何がどう入ってるのかな。段ボールが出てきましたね。あとはもう何もないかな。おー、かわいい。 へー、はい、あー、なるほど。はい、クリアファイルに挟まれて、ミクさんの婚姻届が届きました。へー、すごい。今回青注文したんで、青色なんですけども、はいはい。どうなってるんだ？よいしょっと。はい、まずデザイン婚姻届についての、説明書と言えばいいんですかね、が書いてありま、あ、書いてました。はい。それと、納品請求書と、婚姻届の書き方なんていうのもありますね。あ、ご丁寧に。よく見てみましょう。初木真嗣かな、初山優衣かな、どちらも初が続きますね。あ、初田太郎って書いてますね、こっち。あ、こっちはあれか。承認か。これ承認ですね。初田太郎と初本京子さんが、どうやら結婚するみたいですね。平成3年9月の3日生まれの、どちらも平成3年の3月の9日。全部あれですね。ミクさんに、持ちてあるんですね。なるほどね。はいはい。これが婚姻届なんですね。初めて見た。はい。じゃあ、早速ちょっとデザインの方ちょっと見ていきましょう。はい、こんな感じの婚姻届が入ってました。カメラに収まりきれない。ちょっとごめんなさい。ちょっと、じゃーん。はい、こんな感じのね、婚姻届が入ってました。へえ、綺麗ですね。これが婚姻届なんだ。まあ、全ての婚姻届はこういう感じじゃないと思うんですけども、ミクさんのは綺麗ですね。あー、花嫁姿のミクさんもなかなかいい感じで、はい。へー、ツインテールにさらにね、花が飾ってあるという。へー、かわいいなー。はい、かわいいというか、どっちかというと綺麗という言葉が似合いますね。はい。ちなみにもう一枚入ってました。こちらの方は、一応、なんていうんですかね、失敗した時用の、保存用というか、まあそんな感じでしょうね。はい。へー、綺麗だなー。女の人ってこんなのもらったらどういう風な対処するんでしょうね。はい。僕もいずれ結婚するときが来るのかな。はい。そしてもう一つ、こちらの方も入ってましたね。これはなんだ？しょ、あ、これは、そうですね。ただの、ただっていうか、うん。なんて言えばいいでしょうかね。特典というか、おまけというか、まあ、そんな感じですよね。はい。氏名にね、承認のところにクリプトンフィーチャーメディア株式会社、会社員、社員一同って書いてあります。ハンコの方が、やっぱミクちゃんですね。はい。クリプトンって書いてます。へえ、すごい。裏面は特に何もないんですけども。綺麗ですね。へえ。これが婚姻届か。はい。まあ、こんな感じのが入ってましたよっていう感じですね。ただの、そうですね。言ってしまえばただの紙なんですけども、このすごい特別感はありますよね。はい。うん。ああ、なんか、なんとも言えない気分ですね。はい、というわけで、初音ミクデザイン、婚姻届の方の、レビューをさせていただきました。短くてね、申し訳ないんですけども、まあ、こんなものなのかなと思います。初めて、生まれて初めて婚姻届見、なんていうものを見ました。こんなに、こう、立派な感じであるんですね。
これはちょっとピンクのデザインも見てみたかったかもしれませんけども、まあ、そんな何枚何枚も買ってもしょうがないので。あと、注文番号の方も残念ながら僕、最後の注文の桁が、5でした。残念ですね。まあ、それを置いときまして、なんでクリアファイルのね、ウェビーはできないんですけども、そうですね。こういうデザインの婚姻届も、まあ、いいのかなと思います。こちらの方の、販売してる、URL を貼っときますので、もしね、ミクさんを通じて、そうですね、結婚する方いましたら、こちらの方も使ってみるのもいいのかなと思います。はい。そういう人、羨ましくていいと思います。はい。というわけで、初音ミクデザインの婚姻届の方を紹介させていただきました。紹介したのはバッシーと、ミクでした。はい。またねー。バイバイ。ミクとバシからお願いがあります。はい、チャンネル登録、評価、ツイッターフォローをお願いします。今パソコンやスマホ、テレビなんかで動画を見ていると思いますが、その開いている画面のどこかにチャンネル登録ボタンがあると思いますので、そちらの方を押してください。チャンネル登録やツイッターをフォローしていただくと、新しく上げた動画が早くチェックできるようになります。バシアとミクチャンネルをお願いします。はい。